こんにちは、いなこです。じゃあこちらにある大量のおもちゃたちを整理整頓していきたいと思います。この小さいおもちゃたちがすぐ部屋中にバラバラになってすごいことになっちゃうんですよ。子供部屋、なんか保育園からたまにもらう子育て情報誌みたいな、なんかちょっとした小さい冊子におもちゃの片付けの方法みたいなの載ってて、大きい容器にガシャってもうぐちゃぐちゃに入れるんじゃなくって、なんか車のおもちゃなら車のおもちゃっていう感じで、こう小さい仕切りにして、この1台はここみたいな感じで、まあ、収納するっていうおもちゃの収納の方が、なんか物をね大切にする心とかが育まれたりとか、子供もどこに何があるか分かるので、すぐね取り出せていいって書いてあったんですよ。確かにこういう大きいボックスにガシャって入れるだけだと、なんかあのおもちゃで遊びたいと思ってもどこに何があるかわからないから、とりあえずこのボックスを全部ひっくり返すみたいに、あ確かにそうなるなと思って、とおもちゃ収納を見直そうと思って今日やろうと思いました。はい、で私がやろうと思った収納はこちらです。じゃん、こちらセリアで買ってきたんですけど、ロックパックっていうね、乾燥した食品とか保存する容器、透明なやつ買ってきました。 M サイズと L サイズを買ってみました。蓋を開けるとこう立ってくれるっていうのが特徴の保存容器みたいなんですけど、組み合わせることでこういう感じで積み重ねて収納もできますよっていうやつですね。全部が透明なやつがいいなと思ってて、目でパッと見てこの容器には何が入ってるなって子供が分かるような収納の方がいいかなと思って、この容器を選びました。蓋付きのやつで、今日はこのおもちゃで遊ぼうということで、この容器だけ取り出すみたいな感じの収納にしていきたいなと思ってます。もう使わなそうだなっておもちゃはね、ちゃんとね処分しつつ、ちょっとお片付けしていきたいと思います。ちょっとやってみたいと思います。とりあえず全部開けよう。こういう紙のおもちゃはすぐボロボロになっちゃうんで捨てようと思います。ということでこんな感じで仕分けました。この容器ね8個買ったんです。8個じゃ足りなくて、結局ねもともと家にあったこういうカゴとかこういうカゴとかを使って結局仕分けたんですけど、この新しく買ったこの容器はねすごいね細かいおもちゃを仕分けするにすごいいいなと思いました。まあ、こんな感じで仕分けました。前に動画で紹介したニトリの棚にこんな感じで収納しました。どんな感じで収納しているか説明していきたいと思います。このぴったりな引き出しもニトリで買いました。まずこっちセリアで買った透明のボックスにこんな感じで収納して4つちょうどねこのボックスに入りました。アンパンマンのキャラクターのおもちゃ、まあ、楽器、ここはお医者さんセットとか、こっちもねアンパンマンのおもちゃ、これはね、なんかお医者さんごっこ用のおもちゃ。そう、これちょっと大きかったんで、ここに入れました。で、2段目。ここはこんな感じで、主に乗り物系のおもちゃを入れてます。アンパンマンの電車、アンパンマンのバス、救急車、トーマス、車のおもちゃ。これは乗り物じゃないんですが、大きさ的にね、ここがちょうど良かったんで、ここに入れてます。隣ここら辺は、まあ、教材、子供チャレンジやってるので子供チャレンジの本たちとか、子供向け雑誌なんですけど、なんかシールとかね付録とかついてて結構娘喜ぶんでね、たまにパパが買ってきてくれます。本の上に少し隙間があるので、ここに子供チャレンジの教材系をここに入れてます。この本を読みながらこれを使ったりもするので、ここに置いておくとね便利なので置いてます。でこの隣
隣もさっきと同じような収納ボックス使ってまして、ここにセリアで買った収納のごめんのケース、ここにも入れました。ここら辺は子供チャレンジの教材系を入れてます。食べ物遊び系で、この上の段、お料理する、お料理ごっこする時用のもの、ここにまとめてます。ヘラとかね、いろいろお皿とかガスコンロとか、ここはねもう割と何でも入れてるんですが、メルちゃんのお世話する用のやつはこのリュックにね全部まとめて入れちゃってます。でここにもね、子供チャレンジの教材のブロック、アンパンマンのおもちゃ、ね、アイウェオって喋ってくれるおもちゃとか、携帯電話のおもちゃ、これも子供チャレンジの教材に入ってます。これも子供チャレンジの教材。はい、で一番端っこ、まず下の段、ここに画面にアンパンマンが出てきて、ここ押すとね、猫とか喋ってくれるやつです。はい、でこれはピアノ、デラックスおもちゃ。この横には、これもメルちゃんの自動販売機のおもちゃ。上、これはね、アンパンマンのブロック、こういう感じのブロック、同じアンパンマンのレゴみたいなブロックですね。これもともと売ってる時にこのケースに入って売ってて、このまま使っちゃえと思ってこのままこれで収納してます。ぬいぐるみたち、もういっぱいいっぱいあるぬいぐるみたちはね、こんな感じで並べてます。まあ、その日の気分で娘がね、この子と寝るみたいな感じでここから選んでね持って行ったりしてます。絵本の上にもね、ぬいぐるみいってますが、絵本類はこんな感じで並べてます。セリアで買ったこういうね、本立てを使って絵本をね並べてます。これもなんかどっかの100均のどっかで買ったちっちゃいカゴに、こういうね持ち運び用の小さい絵本とか、これもなんか iPad 風のおもちゃみたいな音が出るよっていう絵本とか、絵本の形してるけどちょっとごちゃってなったのはこんな感じで、カゴに入れて収納してます。はい、ということでこんな感じで収納したんですが、こういうね大きいバイクとかアンパンマンの大きいやつとか、残念ながらこの入りきらなかったおもちゃがありまして、これはねもう押し入れの奥の方に入れておこうかなと思います。このおもちゃ飽きてるなと思ったら、ここにあるおもちゃと入れ替えたりしながら、まあ、おもちゃを整理整頓していこうかなと思います。はい、ということで今日はおもちゃ収納を見直しますっていう動画でした。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。